隣のお友達の手を離しちゃダメよ。はーい。私は篠田翔子、姫ひなどり幼稚園の教諭よ。今日は天気が良くて絶好のお散歩日和。タンポポの綿毛な、ふわふわしてうまそうだな。絶対食べちゃダメよ、ともはるくん。そんな平和なお散歩中に。あ、おい、手を繋がないとダメなんだぞ。え、ともはるくんはある一人の園児の手を握った。あ、このやつ幼稚園にいたか。僕は園児じゃなくて。だけどその園児には見覚えがない。あら、迷子？どこの園の子かしら。だから僕は園児じゃなくて。え、高校生だ。うわ、あのタッパで高校生だと。嘘、高校生なら見覚えがないのも納得だ。ただいま。おかえりって元気がないわね。どうしたの？さっき散歩途中の園児に間違えられちゃって。そう、健康に産んであげられなくてごめんね。すまない翔太。僕の父さんと母さんはいつも僕に申し訳なさそうにしている。別に僕はへっちゃらだよ。いい笑い話が一つできただけさ。翔太。僕の名前は音丸翔太。こう見えて高校2年生だ。僕が他の人と違うと気がついたのは小学校低学年の頃だ。あれ？どうして僕だけこんなに小さいんだろう。さすがにおかしいと思った父さんと母さんに僕は病院へ連れて行かれて。翔太くんの病名は成長ホルモン分泌不全性低身長症です。え？診断されたのは聞き慣れない名前の病気だった。下垂体から成長ホルモンを分泌する力が弱いことにより低身長となる症状です。これ以上翔太くんの身長が伸びることはないでしょう。そんな。この日、この先僕の成長がないことを知ったんだ。うるさい。ごめん。その時不機嫌そうな姉ちゃんが2階から降りてきた。今年20歳になる美咲姉ちゃんは進学も就職もしていない、いわゆるニートだ。お腹減った、今頃起きてきて。姉ちゃん曰くやりたいこともないのに進学も就職するのも無駄だそうだ。見た目は美人な方だと思うんだけど、もったいないな。美咲、うちの会社でよければどこかのポジションで入れないか聞いてみるが。やめて、大丈夫だから。そうか。父さんと母さんは姉ちゃんがニートから脱却することをいつも望んでいるけど、その望みはいつも叶わない。新居の住み心地はどうだ。そうね、二人ともどうかしら。ちなみに僕たち家族は父さんの仕事の関係でこの家には先週引っ越してきたばかり。とってもいいよ。よかったわ。美咲はどう？普通。そうか。病気の僕にニートの姉ちゃん、これが今の家族の現状だ。翌日、今日から学校か、緊張するな。今日は転校初日だ。どんな人がいるのか、うまく馴染めるのか、不安なことでいっぱいだった。じゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。だけど明るく頑張ればなんとかなる、そう思って僕は家を出た。着いたはいいけど職員室はどこだ。僕の家からこの風子東高校までは徒歩5分。すぐに着いたはいいけど職員室がわからない。すみません、職員室はどこですか。ああ、仕方なく僕は近くにいた3人組に声をかけた。なんで園児がここにいるんだ。僕はこの学校に今日転校してきて。え、高校生？よしいぜ、俺たちが案内してあげるよ。こっちだよ。ありがとう。すると3人は親切にも僕を案内してくれたんだ。前はどこの学校だったの。ここまではどうやって来たの。ひば校にいて、家から学校までは案外近くて。優しい人たちでよかった。いろいろと話を聞いてくれて僕の緊張もほぐれた。さあ着いた、ここだよ。どうもありがとう。時間もないし早く入った方がいいよ。そして職員室にたどり着き、促されるままに扉を開いたんだけど。失礼します。そこは女子更衣室だったんだ。しかも絶賛お着替え中で。ごめんなさい。僕は慌てて扉を閉めた。かなり焦ってやがったぜ。どこが職員室なんだよ。
僕やっていけないかも。父さん、母さん。去っていく3人の後ろ姿を見ながら、僕は一気に不安な気持ちになった。でもここで立ち止まっていたらダメだよね。よし、他の人に声をかけてみよう。だけど転校初日からめげてはいられない。他の人はもっと親切にしてくれるかもしれないしね。あ、ごめんなさい。うん？だけど誰だてめえ。ギャー！なんだかとっても怖そうな人たちに遭遇してしまい、僕の心は完全に折れてしまった。やっぱりやっていけないよ。え、なんだったんだあいつ。騒がしい野郎だな。そしてすぐに学校を飛び出したのだった。その後すぐに僕は家に帰宅。もうあの学校にはいられる気がしない。10分で帰ってきちゃったよ。その時、何やってんのよ。姉ちゃん。姉ちゃんに声をかけられた。父さんと母さんは日中仕事でいないから、ニートの姉ちゃんしかいないんだ。なんでもないよ。10分で帰ってきて何でもないわけないでしょ。いや、本当に何でも。今は一人になりたくて自分の部屋に行こうとしたんだけど。え？何よこれ。え？姉ちゃんは僕の背中から何かを剥がし取ったんだ。え？何これ。その紙には悲しくなる内容が書かれていた。これ誰に貼られたのよ。多分学校で会った3人組だと思う。今日会ったこと全部話しな。わかった、待ってろ。え？その後僕の話を聞いた姉ちゃんは突然リビングから出て行き、姉ちゃんその格好。戻ってきた姉ちゃんはあの服を着ていたんだ。弟の学校潰しに行くから集まって。すると怖い顔でどこかに電話をかけて物騒なことを言い出した。これはまずいことになったかも。ねえ姉ちゃん何するの。それから僕は姉ちゃんに連れられてまた学校に戻ってきた。うん？あれはお前転校生じゃねえか。怖くてお姉ちゃん連れてきたのか。マジで子供じゃねえか。一人じゃ怖くて学校これ見しようってか。タイミング悪く今朝の3人組とも遭遇。翔太、こいつらか。なに、なんか文句あんの。翔太は優しい子なんだよ。難病にかかっちまっても両親のために明るく振る舞ってさ。へえ、難病に。だから学校くらいはちゃんと行かせてやりたいんだ。お前たちが何をしたかは翔太から聞いた。今謝れば許してやる。姉ちゃん、普段はぶっきらぼうな態度だけど姉ちゃんは僕のことを大切に思ってくれていたんだ。あや、まる？俺たちが謝る？意味不？ん？なんだ？バイクの音か？うるせえな。窪塚連合の連中か？ああ、来ちゃった。するとその時やってきたのは。お待たせしました、先代。先代って何の？レディース、土蜘蛛の方々だ。そう、僕の姉ちゃんは、姉ちゃんは土蜘蛛の先代総長、歴代最強のレディースって呼ばれていたんだよ。界隈じゃちょっと有名人なんだ。土蜘蛛っていや、国内最大のレディース、そこの総長だっただと。お久しぶりです。ああ、総長の引き継ぎ式の時以来だな。ちなみに土蜘蛛は18歳になったら引退しなければいけないというルールがあるから、姉ちゃんは2年前に引退している。わざわざ呼び出してすまない。あれ？いない？いつの間に？その時目を離している隙に3人組はどこかへ逃げてしまった。あいつらどこにいる。くそ、相手を間違えたぜ。だが暴走族には暴走族をってな。俺たちはこの南極にぴったりな奴らを探している。それは聞いていた。はじめ、困ったことになっちまったんだ、助けてくれ。今土蜘蛛とかいうレディースが言いがかりをつけて攻めてきたんだよ。何？窪塚連合のメンツもあるだろ。だから我らが風光の窪塚はじめが初代総長を務める国内最大の暴走族、窪塚連合だ。それは本当か？ねえ、今校庭に大勢いるんだ。わかった、すぐに行く。俺たちの作戦通りだぜ。いやあ、怖そうな人たちが出てきた。
窪塚連合、四つ方市最大の暴走族、この学校の生徒だったか。四つ方最大？数分後現れたのは暴走族の人たちだった。きっとさっきの3人組が連れてきたんだ。お姉ちゃん、僕なら大丈夫だからもう帰ろう。土蜘蛛と窪塚連合の対峙、まるで虎と竜が睨み合うかのような迫力で、どうなっちゃうんだろう、僕のせいだ。これからとんでもないことが起こるんじゃないかと僕はとっても不安だった。そして次の瞬間、これは、窪塚連合が地面に雑に投げたのはあの3人組だったんだ。うちの学校の生徒が迷惑をかけてすまなかった。こいつらを明け渡すから、とこは引いちゃくれねえか。どうして背中に張り紙をしてるお前をこいつらが笑ってるのを見てたんだよ。そっか、あの時その状況から何が起こっているのかを察知したみたい。そうか、翔太、他に翔太を笑ったやつはいないか。いないよ、この3人だけだよ。わかった、こちらこそ手間をかけてすまなかった。礼を言わせてもらう、ありがとう。いや、俺もすぐ気づけばよかったんだがな。おいお前ら、そいつらに生き地獄を見せてやれ。はい、総長さんよ、お願いがあるんだ。弟を危害から守ってやってくれないだろうか。ずっと私が監視するわけにもいかないからさ。姉ちゃん。その後姉ちゃんは僕のために頭を下げてくれて。もちろん俺たちは平和を望んで暴走族をしているんだ。こいつのことも守ってやるよ。ありがとうございます。相手の総長は心よく受け入れてくれたんだ。翔太、ありがとう。え、何が？ありがとうは僕のセリフだよ。私さ、今回の件でやりたいことを見つけたんだよ。私、教師になるよ。あいつらみたいなゲスを学校からなくしてやるんだ。姉ちゃんならなれるよ。応援する。こうして、姉ちゃんは夢を見つけ、僕は普通の学校生活を手に入れたのだった。